お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですね、こちら30日で保護を極める企画、13日目ね、やっていきたいと思います。久々のちょっとね、保護やるんですけど、ちょっとサボってましたね、保護ごめんなさい。今日のテーマですけど、これもね、前にやったことあるかもしれないんですけど、テスラの置く位置を気をつけようというのでやっていこうと思います。最近バルーンにちょっと勝てなくて、そのバルーンに対してのテスラの置く位置っていうのがやっぱ僕ちょっと不安定なんですよね。こう、まあ、ほんとテスラ置く位置で逆サイドのタワーからね、攻撃してもらえたりもらえなかったりとか、ほんと1マスずれるだけでバルーンの一発入るかどうかとか、すごい変わってくるんですよ。だからテスラってね、マジでね、そう置く位置とか延命できるかどうかとかで、もうマジね、ぶっ壊れに、なりますので、ちょっと毎回ぶっ壊れテスラを置けるように、ちょっと位置をね、しっかり考えて、ずれないように集中しておいていけたらなと思います。だけで76からね、さあ、マルチやっていきます。一旦まず目の前の目標は8000到達ですね。さあ、よろしく。お、マッツさんやん。この人、JPP 枯渇っていう、まあ、ほんとこの人ぐらいしか使ってないデッキをね、愛用してること。あ、違う、デッキ変わってる。ドリルになってる。さあ、ドリルプラスの、まあ、高回転ドリルとかなのかな。こういう人マジでジャイしかね、使ってる印象ないんですよね。ドリル使ってる。さあ、ファイスピー。ポイズンだ。なんだ？ポイズンとドリルって珍しいっすよね。さあ、テスラ。ゴブドリのポイズンっすね。いや、マジで見ないっすよね。さあ、これ、基本的には、そう、ゴブドリって前に出るんですよ。というのも、前にこう、タワー前に出した時に、こうゴブリンがユニット1体いてもなんか無理やりタワー攻撃するんですよ。それが強いんで、見てからねバルキリー出すとそのゴブリンにやられちゃうので、もう大抵前です、ゴブドリは。なんで前にもうバルキリーとか出しちゃって OK です。で、なんか稀にその奥とかにね飛ばしてくる人もいるんですけど、奥に飛んできたら飛んできたで別にそれ後から防衛すればいいんでね。よいしょ、ゴブリン出てくるまでのちょっと時間があってね、後からで間に合うので、できるだけもう前にね読みで出しちゃっていいですね、バルキリーで。今回相手がゴーストというのがいるので、まあそこかな、ゴブドリに対してバルキリーとか使った時にゴースト受けがきついよねっていう、まあそういうゴーストというのの受けを気をつけていきたい。でテスラはまあ今回基本真ん中かな、真ん中でいいと思うか、あと端前とか。さあこれちょっと相手が位置変えてきたけど、よいしょ、ちょっと位置ずれてるとね、後からでも完封しやすいです。さあ、ホグ飛ばしたいね。テスラこれ回ってないんじゃない？いや、回んのかな？回転、ああ、今回したっすね。よいしょ、さあ、クエク、撃つ。いや、鬼許容されてます。さあ、いや、いい。いや、痛い。あのボンバ痛いよな。いや、お前入りすぎやろ。いや、ボンバ強すぎん？いや、でも俺のホグも結構刺さってる。で、こっからは、ポイズン打たれるんですけど、先置きテスラでいいと思う。絶対この右サイド来るから。で、あれクエイクで壊して、このタイミングでホグいきます。延命したかったけど、そんな余裕はない。で、ここはでかい。いや、これ全部バルキリーで受けれるのでかいね。よし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 。今の、相手が攻めてくるタイミングに合わせて、ちょうどね、クエイクで壊した瞬間だったので、いいホグのタイミングでもあった。やばい、このテスラ延命が下手。マジでやばい。これはね、やばいっすね。テスラ延命が。いや、でも、これバルキリーで全部生きるのでかい。オッケーオッケー。今、裏に来てたらね、終わってた気もするけど。さあ、こうなってしまえば、テスラで最後ね、祈ります。オッケーオッケーオッケー。ギリギリね。こうなんか、ボンバーとさ、ユーのゴーストみたいな、この受けきついっすよね。ここにバルキリー使いたいんですけど、ここに使ったらでもゴブドリをね、スキアイスピュットで受けるとか。あ、結構ちょっと大変になっちゃうんだね。まあ、でかいね。カーテンならでかいでございます。さあ、よろしく。スターライト出た。ライト族だ。前も当たったな。遅延スキルだった気がするな。しかも今季この人8000いってなかったっけ？別人か？ザップ。別のライト族っすね。ザップってことは、まあ、ラバかペッカか。バルキリー？バルキリーザップってバカ珍しくない？ファルチェバルーンとかじゃない？でも、海外でファルチェバルーン使ってる人見ないけどな。あ、ラバーでしたね。さあ。で、ラバーに対してはテスラちょっとこの辺に置きます。もう一個内側だったかな？
実はホグ行ってもよかったけど、まあ行かなくてもいいか。さあこの3が5年嫌ですね。じゃあここでテスラが、いやテスラナイスすぎ、バルーンからやってくれ、これ多分相手しかもラバもこれできる、やってくれるんですよ。相手今絶対あれだと思ったんですよね。テスラがラバに竹取るから、その瞬間であのバルーン飛ばしたんですよ。そしたらバルーンから竹取ったっていう、いやナイスすぎん、いや神、マジで神、でかすぎるでかすぎるでかすぎるここはまあ延命いらねえだろう、してもよかったのかな。まあまあまあ、いや生きるね君で。今一応3が5のターンだから、次はねバルキリーとロケット方式で攻めれたら熱いよね。ケツラバ？いやでかい。いやーこれ分かってるか、俺がロケを出すのも。いやいいいいいい、これだってバルキリーで出してるから次の3コストまでコスト出せない、コストない、コストない、熱い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 。で本当は今の間に溶かしたいんだけど、今テスラ置いても3が5どうにもできないので遅れてっすねこれ。で逆サイドバルーン来たらロケット押し許容ですね。いやいい、これはねマジで守れそうで守れないんだよな、多分守れるのかな。いやいいいい、やってテスラテスラ、いや間に合う、これ間に合う、オッケー。いやテスラちょっともったいないけど、オッケーオッケー、いやいいよいいよ、あーまあいいでしょ、悪くはなさげで、ホグ飛ばして、左サイドはぶっちゃけこれおられます、おられるけどキングおられないようなおられ方をして、そしたらあと875だから、それは勝てるよねっていう流れかな今んとこ。ファイボー系なんかあったっけ、俺ないって、これ絶対逆サイ来るな、ちょっと逆も意識しながらのね。でちょっとちっこいので回して、さあ逆サイ大体来ますねこれ、一応ホグで、これここのテスラで相手のあのバルーン対処しようかな。でバルーンに竹いってる、オッケーオッケーオッケー、いやこれバルーンにアイスピアラよかったかな、クエイクとウッドけんない、よし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 、いいよ。まあこれ相手がザップだけだったからな、さすがに相性が良かったか、ファイボがあったのかな、オッケーオッケー。いやまあ勝てたらでかいね、マジでかい、大型にね勝てるのは大事。テスラロケをマジ無限に回して何周も回さなきゃ守れないですね、対空ちょっと少ないので。さあよろしく、アイスピュットで回します。なんかね最近ドリルめっちゃ多いんですけど、そのドリルの中でもトルネテスラドリルっていう、もうね外役オブ外役を極めしね、ホグとバルーンだけはもう絶対に逃がさないみたいなデッキがねいるんですよ。なんでそれをね引くと終わる、いやもうなんか同じようなっていうか、それぐらいきついやつを引いた気もする。さあダクプリダクネ、ダクプリダクネやな、めってことはゴレかジャイスケラ、うんジャイスケラっぽいっすね。いやジャイスケラでも前奇跡的に勝ったことあるからな、ジャイホリだったらいいけどな、ダクネだからスケラっぽいよな。いや神防衛でワンチャンある、うわマジかよ、なんだよおい、チーパンじゃねえか。おぉ。こうスキを生かします、このバルキリーで。テスラ？うわ、出ねえよな。それはジャイを受けるように出したテスラだもんな。いや、でもこれで4コスホグを飛ばせば。よし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 。まあまあまあ、ダックプリーとかかな。いや、ジャイバル。おい、マジかよ。いつの時代だよ。めっちゃ昔やぜ。ジャイバルね、流行ってましたよ。僕もすごい使ってましたよ。4年前ぐらいですね、でも。最近は見ねえよ。なんだよ、ジャイバルって。しかも、やだ雨だったやんけ。いやー、待ってよ。やだ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 。やだ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 。いや、頑張れ。テスラ、内側か。内側、かっこ2周ぐらい回したいっすね、テスラ。一旦テスラ置いてから行こう。そっち来んの？いやーこれでもあれかな？いやオッケーオッケーオッケー、対応してくれるのは美味しい、ありがたい。で右も対応俺がしつつ、テスラもう何周も回さなきゃ、いやファイボーなのか、そして
で、ここでちょっと溶かしたいね。わー、で、ジャイバルン来んのか。これやば。どういう天才的デッキか、もしかして。でもここで耐えたらもっと天才になれる。いやー、あ、なんだよこれ。時代が違うな、ちょっと。いやー、勝てないことなそうってけどな。守るんかい。まあちょっときついね。ダークネやだしね。さあよろしく。いや、ああいうデッキ引きたくないよね。タルババ、ホグ。さあ、タルってことはトルネ率めっちゃ高いっすね。またロイとか。エレキ、タルは、もうペッカラムとかかな。あとはなんだ、ペッカかロイのマザネクがエレキ版ぐらいしかいないっすよね。いやー、ダックプリ。まあ、どっちかっすかね。さあ、バルキリー出していく。最近ね、でもマジでね、減ったっすね。うわー、ムーとか。人技系結構きついっすね。その減ったっていうのが、クエイクホグ結構減ったっすね。なんかロケ型使ってたり、普通にクエイクじゃない違う型のホグだったり。なんか今、ゴブドリとあとロイと、なんかね、まあ、ホグがきちいデッキが結構多いイメージがしてる。さあ、マザネク。いや、これはいいや。マザネクの一発ってどんぐらい入るんだろう。いや、結構痛いね。160万だ。火力高くね。ちょっと待って、暇になったんでクエイク削りします。これ、ドリルがあんのかな。ドリルがあるかないか結構大事で、ドリルがあった方が勝ちやすいな。なくて陸で攻めるデッキだったね。マジで陸系ないんですよね、このデッキ。バルキリーぐらいしか。だから普通に陸で攻められるとそれだけできちいから、ドリルあると、ドリルをね、バルキリーで受けたりできるから。そう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 、ドリルがあってくれた方がいいんだけど、ドリルがなさそうだな今回。あるんかい。いや、でも今か、今ちょうどコストねえんだ俺。いや、オッケーオッケー。いや、これ後から耐えれる。オッケーオッケー、よく耐えた、よく耐えた。さあ、ゴブドリの神技デッキですね。まあ陸でめちゃくちゃプレッシャーかけるデッキですね。で、ファイボも多分あるね。まあ、ホグを飛ばせばほぼ確で一発入るっていうのはでかいですね。こうやってドリル飛ばしてきてくんねえかな、今。さあ、言うのでちょっと防衛警戒してんな。テスラ何個も来てえな、今。もう困ったらマジテスラ置いとけばいいからな。で、これはもうこっちサイド相手来そうなんで内側でいいんじゃないっていう。で、さあ、ホグを飛ばしてほしい。ホグを飛ばしてくれないでも相手が。なんか相手の攻めてきたタイミングにやっぱホグを飛ばさないと、単純にね、ホグをこう飛ばしただけだとカウンターが来るんですよ。あ、ホグ攻めてきたな、守ってよっしゃ、カウンター行くかが来るので、できるだけ相手の攻めと被せたいっすよね。これ金ギドワンチャン？いや、ユーの死にそうだな。いやー、無理だよな。さあ、大ピンチです、今。ギリクサー的な問題です。これ絶対後ろ。いや、タゲが。いや、でもいい。両サイ受けてる。おー、曲嫌い、でかい。でかい、マジ。この神器はな、単純に相性がいいね。よしよしよし。さあ、飛ばして、テスラ置いて。このテスラ、できるだけ延命できたらいいけどな。一発欲しい。一発入んねえのか。マジか。何やってんだよ。で、これドリル絶対裏。と思って、いきや前だった。さあ、スケで。これ、ホグ飛ばしてんだけどさ、ムーとかさ、あれになっちゃうんだよな、大砲。いや、ユウの暴れすぎじゃね？うわ、マジか。やばい、ダメージ、逆転された。ちょっと待って。汗。汗が止まんねえぜ。ちょっと待って。クエイク削りしてな。ユニット出してこねえかな。いや、ムーとか。ムーとはまあ、バルキリ合わせます。うん。で、削られてない側に5打たれてもいいよね、ロケ砲。で、2周目バルキリー。
回る。ここで本当はフォーク飛ばしたいんだけど、ムーとかね、邪魔なんだよ。これ行っていいの？もう行って、削りに行かなきゃいけない。エレキ処理。テスラを固めてあげて、呪文を唱えるかのようにね。さあ、ウッド、裏でしょ？あなた。裏じゃねえ。やばい、待って。裏でしょうが違ったのはやばい。マジやばい。やばい。ホグ、そっちじゃないね。俺が求めてるの。待って。いや、オッケーオッケー。いや、待って。やばい。言うの。やばい。ドリル入ってる。バカ。ホグ。ちょっと待って。バカ。クエイク。いえ、間に合って。オッケー！あぶね。やぶね。これはもっと余裕で勝てるな。ホグ、逆サイドにもっとね、自然飛ばせるといいんですけど。同サイドを削っちゃってたんで、ちょっと難かったですね。ムートが残ってたから、ホグ飛ばしたくても飛ばせねえがね、ちょっと何回かあったのがもったいなかったね。サム、よろしく。さあ、ホグ飛ばしていきたいんですけど、いやー、コウモリ、ゴレクロの香り。うわー、ゴレクロの香り。やばい、待って。やったよな。いや、そんな気がした。いや、でもこれは行かなきゃいけない。ロケホ？なんだこれ。待って、全然違った。どっからどう見ても今、ゴレクロだったけどな、俺の目には。うい、でかい。さあ、メガナイト、スケバレの枯渇か。ディガーはなさそうだな。ゴブドリーとかオールブレイカーとかあるかもね。まあ、とりあえずメガナイト。うん。ちょっと、ん？って。一瞬びっくりしちゃった。いや、ウッド使った子やばいね。スケバレコウモリ来るっす。いや、コウモリサイトか。いやー、まあ、なるほどね。ロイ。メガナイト、ロイ。これでも相手受けるのきつくない？やりこぶぐらい。ホグ飛ばしてもな。ドッスン、ドッスン。いやー。実行続け。逆サイ攻めた方がいいかもね。同サイ。どうだろう？相手、ヤナメか。ヤナメがなかったらロケホ無双もあったんですけど。まあ、ロケホから入ろう。どうせヤナメで死ぬ。死ななかったらホグをつければいい。うん。うわ、そんなカードもあったのか。いや、なんかきついぞ。いや、でかい。これでかい。スケバレのこの落下ダメージもね、痛いですからね。よし、いいぞ。アイスピズリーで相手テスラがつれえな。やだめしかねえから、このテスラも無限でいきましょう。あとはクエク削り。いや、クエク削りヤンキーかな、もしかしたら。でもヤンキーぐらいがちょうどいいみたいな。すげえ。アナロ系はもう知らん。メガナイト来たら知らん。これでもロケ用でさ、やれるよな、あれ。間接的にみたいな。そう、メガネ伝えたってことは、ホグウッド、グッドゲーミングマン。いや、でかい。いや、始まりロケ砲してもおしゃれだったな、今の。さあ、これロケ砲で、ヤナムウッドちょうだい、ベイビー。ええん。いや、いい。生き残るタイプ、君。ちょっとこれ、やりこびっていいけど、無視。飛べ。いや、いい。いや、でも俺のウッドが当たんねえ。ちょっとやばいぞ、これ。絶対ロイ来る。で、あのロケ砲ちょっとやりたい。コウモリ。ウッドでいいな。いや、これちょっとスケバレ使うのもったいなかったかもしれない。いや、でもロケホが。相手結構コース使ってるね。結構使ってんね。いや、このロケホ。いやー、来たー。よし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 。まあ、これはね、テスラ無双でしたね。
いやまあ勝てたのはでかい。1回事故るだけで終わりそうだし、緊急動できたのも良かったですね。というわけで、ちょっとバルーン当たんなかったね。あのテスラの位置大事にと思ったんですけど、ラバルとかジャイバル当たったのか。まあジャイバルとかいないですからね。まあああいうの気をつけて、ちょっとほんとテスラ 1,2 マスずれるだけで世界変わってきますので、テスラ一発って結構火力あってね、それで相手のダメージほんと入るか入らないかなってきますので、ちょっと皆さんもねテスラの位置には気をつけて、トラゲー頑張っていきたいと思います。今期マジでねホグで8000いきます。ホグで8000いったらもう僕デッキ変えてちょっといろんなデッキもっと触りたいんでね、ちょっと8000まではなんとか頑張ります。では終わります。よければチャンネル登録、高評価もねよろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。